佐々木敏郎「防殺罪」「1」「裁判の新宿街頭」「鉛色の冷え冷えした空気の中にネオンサインの赤青紫がひっきりなく明滅していた」「トラック」「自転車」「タクシー」 町は洪水のように雑踏していた人間の洪水人間の渦巻きペーブメントには街の群衆が氾濫していたコンクリート建ての交番が街灯の雑踏を見据えていた青年巡査がコンクリートの階段の上で街の群衆をじっと見つめていた拝見のニッケルの上にネオンサインの赤青紫が キキラリキラリリと明滅していた。髪を乱して中年の女がペーブメントの群衆の中から飛び出してきた大変です大変です大変です彼女は巡査の胸にすがるようにして叫んだなんだ巡査は女を見つめながら言った人殺しですすぐ来てください人殺しです 何人殺しすぐ来てくださいどこだすぐその裏です早く彼女は示談打を踏みながら言った裏巡査は異常な緊張で捜査権で背剣を握って交番裏の巡査休憩所の中へ駆け込んで行ったがすぐまた引き返してきたどこだ 巡査は顎紐をかけながら叫んだ「早く早く!早く」彼女は叫びながらそこに移臭してきた群衆の中へ髪を乱して駆け込んでいった巡査は背剣を握って女の後に続いた群衆は潮騒のようにざわめき出した息を弾ませながら女は言った その辺りのカフェかどこかにいる女らしいんですいつでも来ているのか巡査もかけながら息を弾ませていた他のいろんな女は入れ替わり立ち代わり始終来ているようですけれどその女は今夜が初めてです私が見たのは初めてです口論でもしたんかね初めは何かむつまじそうに話していましたけれど 私が風呂から帰ってきてみましたら怒鳴り合って女の方は担当を持って追い回しているんです男の方は助けてくれって逃げ回っているんですその男は何者だね私のところの2階へ移ってきてから見つけにもなるんですけれど素性はわからないんですそしてマダイは一度も入れてくれてないんです出て行ってもらおうと思っているんですけど 遠いんだだなどこだいすぐです彼女は乱れかかる紙をかき上げながら薄暗い路地を走った路地に面している格子付きの玄関彼女は先に立って薄暗い玄関の中に駆け込んだそして恐ろしさに震えながら2階への階段口に立った ジュンサは靴も脱がずに玄関の畳の上に上がった。二階かね。そして二人はじっと耳をすました。しかし二階からはもうなんの物音もしなかった。冷えびえしい恐怖の感覚が二人の背筋をかすめたった。殺されてしまっているんです。早く。彼女は身を震わしながらジュンサを促した。 変だな巡査は首をかしげながら顎ひもをもう一度かき直して階段をガタリガタリと登っていった彼女はそのあとから首を伸ばすようにしてついていったしかし2階には誰もいなかった男の死体もなければ狂乱している女の姿もそこにはなかったそして部屋は整然としている そこからは騒ぎのあとの何者をも受け取ることはできなかったどうしたんだ巡査はけげんそうに怒ったようにして女のほうを見た変ですよね。彼女もそう言って首をかしげたその時郊外の開花の路地の中には町の群衆が異臭してきた一体どうしたというんだ 巡査はもう一度そう繰り返したですわ。彼女は途方に暮れながらそこの窓を開けて古外を見た窓の下からは町の群衆が二階を見つめていた街頭の群衆はわめきざわめきながら路地をなだれ出ていった。 馬鹿にしていやがれ！なだれの中から看護絵が叫んだ。あの女は頭がおかしいんじゃねえのかな。奈々カが錆びのある太い高い声でつぶやいた。夢でも見たんだろう。夢にまだいちいち引っ張り出されるんじゃ。おまわりさんも大変だ。そして街頭の群衆は。 ぞろぞろと路地の中から町へとなだれもどっていったひげをひねりながら巡査はじっと彼女を見据えた何かの間違いじゃないのかいいえ間違いじゃございません私が下で新聞を読んでいましたら急にドドドドという足音がして男の方が助けてくれというもんですから大急ぎで上がってきてみましたら 担当でで部屋中を追いいい回されているんでございます。私それで自分の力ではどうにもならないもんですから大急ぎで交番に飛んでいったんでございますものしかしそれにしちゃあ変だな本当に不思議でございますわ男の方が外へ逃げ出したのでは女はその後を追っかけていったんじゃあるまいなそれでしたら その辺りの近所のどなたかが気がつきそうなものですからしかしそんなふうに切り考えられんな雪だるまじゃないんだから座敷の中を転がり回っているうちに消えてしまうわけもなし本当にそうでございますわこれでは本当に消えてなくなったようですわとにかくとにかくこれじゃどうにも改めて報告のあるまで仕方があるまい 場合によってはあなたにも警察まで来てもらわなくちゃならんかもしれんが巡査はそう言って海下へ降りていった路地は薄暗かったおっ黒い影が路地の薄暗がりの中で驚きの声を上げて立ち止まったおっ誰か死んでるぞ誰か死んでいるって 巡査はそう言いながら、黒い影の方へ走り寄った。誰か、死んでいます。男か。女のようです。女です。若い女です。和服の青年は、死体にしゃがみ込みながら言った。待て。巡査は和服の男の腕をつかみながら言った。 ですか和服の男は抗議をするようにしていった何でもいい何もかも分かっているんだ一緒に来ればいいんだ僕はただ通りがかりに今この死体を発見しただけなんですよ死んでる者は死んでるでいいんだ君はそしてわしと一緒に来りゃそれでいいんだ鋭く言って 純さは和服の青年の腕をつかんで戻っていった。彼女は講師堂の玄関を出て周囲を目で探っていた。あなたのところの2階にいるのはこの男だろう。和服の男を彼女の方へ押し出しながら純さは言った。ええ、この方じゃございませんわ。彼女はそう言って目を見張るようにした。 それは変だな。首をかしげながら巡査は思わず和服の男の手を離した僕は疑っているんですか僕はあそこを通りがかりに偶然あの死体を見つけただけなのですよ死体があったのですか彼女は驚きの声で言ったその死体が逆に女の死体なんだが。 それでは、逆に、逆にやったんだと思いますわ。いくら女が薬器となって殺そうったって、大の男がそうやすやすと女からなど殺されているもんですか。きっとそうですわ。きっと、逆に女が殺されたんですわ。それは、そうとしか考えられないな。それではやはり、私が交番へ行っている間に戸外へ逃げ出したんですよね。 とにかくそれじゃあ行ってみようあなたはその担当で追い回していた女の顔は見覚えているんだろうそれは分かりますわそれじゃあその死体のあるところまで一緒に来てください路地の中を巡査は急ぎ足に歩き出した彼女と和服の男とがその背後に続いた路地の向こうから和服の男が 懐で押してこちらに歩いてきた。あの人ですわ。彼女は巡査の横へ走り寄ってささやくように言った。向こうから来るあの男か。あの人ですわ。よし。身をひるがえすようにして巡査は建物と建物との間の暗がりの中に隠れた。彼女と和服の男も。 巡査に続いてそこに隠れた3やがて路地の体から口笛の音がしてきた巡査は顎紐を締め直して緊張した青年は口笛を吹きながら次第に近づいてきたあの方ですわ口笛を吹いてくる方ですわ いつでも口笛ばかり鳴らしている人ですから彼女は横から震えを含んでいった口笛ななんんか鳴らしししててて済まいいるなんてずいぶんとつうずうしい男だ。小声に巡査は言った懐での青年が3人の前を黒い影のように静かにかすめた待て巡査は叫ぶように鋭く言って。 青年を背後から抱きしめた。何です青年は驚きをもって聞いた。何でもいい。君は今どこへ行ってきたんだ。巡査はそう言って、なおも固く青年の腕をつかんだ。僕は、僕は、何かの間違いじゃありませんか。どこへ行ってきたかを聞いているんだ。 どこって僕は何も君は今この2階から出て行ったばかりだろう。出て行ったばかりですが。それで一体どこへ行ってきたのか何の用事があって出て行ってきたのか別に何も用事なんて何もなかったのですが。ただその。曖昧に濁しちゃいかん。 こっちは何もかも半然と知っているんだ正直に白状したまえそれは何かの誤解じゃありませんか僕はちょっと散歩に行ってきたのですよ散歩に行ってきただけで散歩散歩なら散歩だよししかし散歩に出かけるとき君は一人で出かけたわけじゃあるまいどうだねやっぱりそれとも一人で出かけたかね 一人じゃありません。友達が遊びに来ていて帰るというものですから、その友達をそこまで。その友達というのは、君にとってどんな友達かねお男か、女か、どっちだね女です。君はその女の友達と、今ここの二階を一緒に出たんだろう。 一緒に行ってました。そして、その女友達を通したのかね。それを聞いてるんだ。どうして黙っているのかね。自分の家に帰って行きました。自分の家にそれは本当かね。本当です。君はなぜそう隠すのかね。 こっちにはすでにもう何もかも分かっているのだよいくら君が隠したってダメなんだ本当のことを言いたまえ正直に本当ですその女の人は本当に自分の家へ帰って行ったんですそれで今そこまで送っていったんですから君はどこまでも隠そうとするんだねそれじゃあその女が自分の家へ帰らなかった証拠を見せてやろう こっちへ一緒に来たまえ。巡査はそう言って青年の腕を固く捉えながら路地の奥へ連れて行った彼女と和服の男とはその後からついて行った路地の奥はもう静かに老けていた薄暗い路地の奥,の奥の飛ぶ板の上に和服の女の死体があおきに倒れていた巡査はそこで立ち止まった そして巡査は青年のその腕をつかまえながら前の方へ押し出した君はこの女の人に見覚えがあるはずだが死んでいるようじゃありませんか死んでいるか死んでいないかそれを君に聞いているのじゃないこの女の人を見覚えがあるかどうかそれを聞いているんだ僕は僕はこの人を知らないです 青年はそう言ってしゃがみ込んだ「知らない?」巡査はそう言いながら街灯のポケットから懐中電灯を取り出して死体の顔をパッと照らしたお<っ>青年は驚きの声を上げて飛びのこうとしたしかしその腕が固く巡査の手に捕まえられているので青年は一歩も引くことができなかった「君は」 それでも知らないというのかね。巡査は微笑を含むようにして、しかし目を見張るようにしながら鋭く言った。知っています。青年はそう言って顔を伏せた。それじゃあもう、それで何もかも正直に言うだろうね。え、僕はただこの人を知っているだけです。しかし君は、 今この人と一緒に出たはずじゃないか巡査はそう言って彼女の方へも目をやったこの女の女ありませんわ。彼女は漏洩しながら言った四。しかし青年の顔は蒼白になっていた。 脅威と恐怖との表情が混乱して混乱の中にわなわなと打ち震えながら次第にそれは困惑の表情にすべられていった青年は唇をかむようにしてじっと目を閉じたとにかく君はこのの女を知っているのだね。巡査はその手をつかんだままで青年の顔をのぞき込むようにした青年は沈黙の中でわずかにうなずいた 地のような沈黙だった。しかしこの女を知ってはいるけれども先ほど2階に一緒にいたのはこの女ではないのだね青年はまた深い沈黙の中でうなずいたそこでと君はこの女の女人人とどんな関係にある人だね。どんな関係って何も関係なんかありません。 僕はただこの人を知っているだけなんです。何も関係なんかないんです。青年は初めてそう抗議するように言うのだった。しかし、君の驚きようは、全然何らの関係もないものの驚きようとは思われなかったがな。そんなことはありません。自分の知っているものが自分の部屋の窓の下で死んでいたら、誰だって。それでは。 君はこの女の人をどういうわけで知っているのかね同郷の者のです。この女は僕の郷里の者ので、しかも僕の家のすぐ近所の者のだったんです。それで僕は。それで、君はこの女が東京へ来ていたことを知っていたのかね知っているには知っていましたが、会ったことはなかったのかね 僕は忙しい体のものですからどうもわからん巡査はそう言って首をかしげたやがて路地の中には付近の人たちが集まってきたそれでは先ほど2階に一緒にいた女のことをもう一度お聞きするが君はその女の人とどういうわけでそんな芝居のようなことをしていたのかねどうなんだね 巡査は青年の顔をのぞき込むようにしながら尋問の方向を急転した理由なんか何も別にないですただ僕らはある劇場へ関係しているものですからその劇場で上演される恋愛劇のある一場面を練習していただけなんですおおそれではただの芝居の稽古だったのか稽古だったのです しかし芝居の稽古なんてものは下宿の二階でやらなくたって稽古場があるのじゃないのかねええ稽古場はあります青年は当惑そうな目を巡査の方に向けながら言った稽古場というものがちゃんとあるのに何故下宿の2階などでやったかその理由を聞きたいのだそれはそれは別に理由はないのですが 単にちょっとある場で使うセリフの声色をやったりとか態度をやってみたとかいうのならうなずけないことはないが君たちのは少しその度を超えていたように思うがその時そこに集まってきた人々をかき分けるようにして一人の女が死体に近寄ってきた粗末な服装の古風な玉髪の4 2歳の女であったあら 彼女は驚きの声をあげて叫んだ。叫びながら、彼女はその死体にしゃがみこんだ。そして、さらにその死に顔に目を近づけた。あら、美代子さん、美代子さん。あなたの知っている人なのかね。じゅんさんがそう聞いた。私のところの2階にいる方ですの？自殺らしいが。 あなたは何かお心当たりはないですか先ほどひどく泣いていましたので実は案じていましたの美代子さんが特に私の家の2階を選んだのには深い訳があるものですから深いわけ。それはまたどういうことなのかね何でも田舎にいました自分に婚約をなさった方がありましたそうで その方がちょうど私の家の2階の窓から見える2階に下宿しているということで何度もお断りしたんですけれど無理に頼むものですからそれで置いてあげることにしたんですのそれで泣いていたというのは何でもその婚約をなさった方というのは東京へ来てから他に女の方ができましたらしくてその女の方が 始終その2階へ訪ねてくるらしく違います違いますそれはウソです青年は抗議をするようにして叫んだあらこの方でしたわ彼女は目を見張るようにしていったそれは違います僕は劇場へ関係しているのでその劇場の女優たちが訪ねてくるのです何でも 先ほどもその女の方が来ていらっしゃったらしく美代子さんはひどく泣いていたのですけれどよしそれで大体の検討はついた巡査はそう言いながら青年の腕を本格的に捉えたさあ、まで一緒に行け。引き立てながら巡査は言った。 5裁判の新宿街頭鉛色の冷え冷えしたヤキの中にネオンサインの赤青紫がひっきりなく銘滅していた貨物自動車自転車タクシー夜の街は昼にも増して雑踏していた人間の洪水人間の渦巻き ペーブメントににはあえぐように町の群衆が氾濫していた。街角のコンクリートの交番が街灯の雑踏を見据えていた厚ひげの巡査がコンクリートの階段の上で町の群衆をじっと見つめていた拝見のニッケルの上にネオンサインの赤青紫がキラリキラリと映っては消えていた青年巡査が一人の和服の青年を引き連れて ペーブメントの群衆を割ってきたどうした篤ひげの巡査が聞いた調べたいことがあるんで手伝うか厚ひげの巡査も続いて中に入った交番の周囲には町の群衆が真っ黒に集まってきたそこへかけろ本省へ行く前に一応聞きたいことがある 星をかけろ。青年巡査はいかめく調子で行った窓からは無数の顔が覗いている顔顔顔顔無数の顔が一様に好奇の目を持って覗こうとしているしようのないやつらだ圧ひげの巡査は舌打ちしながら出て行ったおい 何もかも言ってしまえこっちはちゃんと分かっているんだぞ青年巡査はカーテンを下ろしながら行ったしかし和服の青年は黙っていた巡査は青年の顔をじっと見つめた何故黙っているんだ言ったらいいじゃないか隠していることなどないじゃないか何故舞台の稽古をしては悪いのか私にはわからないです 何故悪いかというのか自分の心に聞いてみるといいそこに何らの目的がなかったかどうかただ単に舞台の稽古というのなら悪いとは言わんそこに隠れている目的を問うているのだましてやその目的が他人を殺すようなものであっても果たして悪くないかどうかそれを聞いているのだそれは誤解です 私たちは単なる稽古をしていたのです。誤解も腹荒しいものです。黙れ。お前はあの女を恋していたじゃないか。しかし彼女はお前を嫌っているので、お前はあんな芝居をやったんじゃないか。隠したって駄目だぞ。自分は気が変になるほど恋しているのに、彼女の方では嫌っているものだから。 芝居の上の女が恋に狂って男を殺そうとするところを彼女の前でいくらなんでも恋している女の前で他の女とそんなバカなことができるものですかできるさ恋している女の前でならどんなことだってできるさわしならできる僕はできないです恋している女の前でそんなバカなことができるものですか 僕はできません。わしはできると思うわしのほうでは狂うほど愛しているのに彼女のほうではわしを嫌っているらしいからわしは彼女を植えるためにどんなバカなことでもしてみせなければならないほかの女を使って自分が恋の対象としてどんなに価値があるかをそれはできないですよ 反対だからできるのです。嫌で嫌で仕方がないのに、彼女の方が狂うまでに恋してどこまでも追いかけてくるから。他の女を使って自分にはすでに死をもって恋している女があるように見せたんで、嫌われていたからではないです。嫌われていたからだよ。嫌っていたら彼女が自殺をするわけがないじゃないですか。追いかけてきて、 仕方がないから諦めて自殺をするように他の女と熱烈な恋の場面をやってみせたのですよ。恋していた女でならそんなバカなことができるもんですかそれで分かった。青年巡査は胸を張るようにしていった。えお前は計画的にやったんだな。あ お前は昔の女から逃げるために自殺をさせるために舞台稽古と称して計画的にやったんだな<お>青年巡査はもう何ら言うことができなかった青年巡査はしばらくじっと和服の青年の顔を見つめていたやはりお前の行為は暴殺罪だろう 本へ行け青年巡査はそう言いながら和服の青年の腕を取って立ち上がった。